7時です。日本全土の皆さんを巻き込んでのビッグフライデーがやってまいりました。メインはもちろんタモリさん、そして私堂ひろ子と、ご存知単身主任の上柳アナウンサー。決まった。今週も意味なく楽しくにぎにぎしく、すべての大人の皆さんにお送りする日本全国タモリです。てんてんの一口餃子は新宿伊勢丹で。 BMW 認定中古車フェア、350台の BMW の中からベストな1台を。当日は 3.9% 特別ローンも実施。15・16日は有明東京ビッグサイト西2ホールへ。来週からお彼岸です。そこで今日は墓所墓石のことについて石の家の花田さんに伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。17日からお彼岸ですが、この時期に合わせて墓所墓石を購入される方が1年を通じて多いですね。はい。比較霊園墓所で特別企画のご案内会を行っております。皆様ご見学をお早めにどうぞ。ところで石の家でご案内している墓所について教えていただけますか。はい。川崎の小田急線生田駅から徒歩10分、真珠園、はい、JR 横浜線相原駅からバスで10分の町田整地霊園、はい、十数箇所で現地ご案内会を実施しておりますので、お気軽にお越しください。はい、ありがとうございました。石の家へのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-41-1482 0120-41-1482 へどうぞ。さて今日も日本全国から届いた情感あふれるお便りをご紹介してまいりましょう。お相手はまさにタモリと計らずも堂ひろ子と、日本放送アナウンサー上柳雅彦です。移転で君の思い出がまた一つなくなるね。そうですね。給湯室で出会ったの。違います。違います。取り立てでそういうのはないですから。あ、そうですか。はあ、失礼しました。今あのね、いいんです。さっき夕方ですね、ちょっとあの夕方チャンス、僕の同期にあの秘書室に勤務してるのがおりましてね。お、5階の秘書室も引っ越しやってるんだろうなと思って、ちょっと見させてくれるっつって入ってったらですね、亀内専務が毎回エプロンかけて手作りしてましたね。そう。人にやらせればいいと思うんですけどね。皆さんまめにやってるんですね。まめにやってるんだな。そうですね。もうだんだんとね、こう寂しくなったな。そこの編集室なんて向こうの人と全然何もないもんね。ないですね、もう、うん。このスタジオのね、こうちっちゃないろいろ機械があるんだけど、それがないよね。一個持ってかれましたね。こんなの持っていかなくてもいいだろうと思うんだろう。捨てるだと思っていたんですけど。こんな、これは俺でも作れるよ、部品があれば。これね、作れるよね、俺でも。こんなのをね、正確にこうハゲたったなんかしてるよ。持ってるの？あのもう椅子も机を持っていくっていうか。あの新居に古い家具が並んでるとすごくみすぼらしい。その状態ですか？そのようですね。建物は新品で、机は曲がったりなんかしてるの。これは持ってかないでしょ、このテーブルは。このテーブルですか？これは、あ、でもこれ丈夫だから持ってかないと思いますけどね。持ってく？持ってく。あれ、あ、じゃあ来週お台場でこの机と再会できるかもしれないという。楽しみ。いいですね。話は変わりますが、はい、この漫画がございましてね、漫画といってもあの歴史に基づいた歴史もんですが、はあ、劇画ですか。劇画、うん、日米太平洋決戦というやつで、はい、まあ、完全にこう歴史漫画になってるんですけどね。この漫画をこうずっと見てます。なるほどと思うんですけどね、はい、ここにですね、森田松陰殿というのが、まあ、出てくるわけですね。ああ、戦記物ですかね、森田松陰、そんな感じですね。それで、それはまあ
こちらにも森田さん、森田さん妨害電波ですと、あるんですよね。それはもう森田ともないことはないんですけど、この後にですね、はいはい、まだ池上の上柳からは指示がないのかっていうのが、あ、上柳いかにも戦記物って感じですよね。上柳池上、池上の上柳、なんでそんなのが載ってるんですか。池上の上柳から指示がないのかっていうの、まあこれも、まあ、なんかの偶然だという、そうですね、思いますでしょ。なんかの偶然だと、そんなにいっぱいない名前ですけどね。それでだんだん読み進みましたですね、あ、行くぞどうって。やばい、え、着物ですからね。はい、これはどうですか。森田少尉殿、池上の上柳から指示はないのか、行くぞどうってのは、森田上柳どう、それは並びこれが一度にそのものは、この他に漫画でありますか、歴史物の漫画で。いや、天文学的な確率になりますね。まあ、内容は真面目な、これは漫画なんですよ。あ、誰かお知り合いに書かしたんじゃないんですか、うん、これはどうなんですか、手紙が来てるんですよ。本当だ、封書で、背景ようやく春らしくなってまいりました。毎週番組を楽しく聞かせていただいております。ところでタモリさん、先週の放送を聞いて不安になったのですが、週刊ダイナマイクは終了してしまうんでしょうか。だとしたら本当に残念です。私は現在33歳ですが、中学高校とタモリさんのオールナイトニッポンを聞いて育ちました。私のこのひねた性格は全てタモリさんのおかげだと思い深く感謝しております。私はタモリさんのピン芸が好きだったこともあり、3年ほど前まで週刊ダイナマイクを聞いたことがありませんでしたが、うん、一度聞いた途端に大ファンになってしまいました。堂さん、上柳さんとの絶妙の掛け合い、息の合ったボケツッコミは私の新しい活力源となり、仕事かっこ執筆中はテープに録音した番組をいつも聞いていました。かっこ3年分撮ってあります。特に今は亡くなってしまいましたが、疑問のコーナーの前のドラマや、なぜかドラマなぜか3人とも元気になってしまうエンディングが大好きです。本当に終わってしまうんでしょうか、それとも移動なんでしょうか、野球シーズン中のみの休止なのでしょうか、どのような形であってもぜひぜひ番組を存続していただきたいと思っております。 PS 同封しました漫画は3人様のお名前を登場人物につけさせていただいたものです。お気を悪くなされる部分があるかもしれませんが、何卒ご容赦くださいませ。滝沢聖光さんというこの本の、まあ、筆者の一人です。光栄ですね。本当に嬉しいです。ありがとうございます。そういう方がやっぱ書かれてたんですよ。こういう本ってすごく売れてるんですってね。あ、そうなんですか。戦記物が、あのコンビニなんかでよく売ってるらしいですよ。でそれですごく売れるらしいですよ。なかなか面白いですよ、これ。嬉しいですね、使っていただきまして。本当にありがとうございます。池上の上柳、池上ちょっと浅野、これここはね、史実に反してるんですよ。池上の上柳って言われてないですけども。しかしこれ、普通のこの番組を知らない読者の方っていうのは、なんだこの上柳って、珍しい、どうなんて読めないかもしれませんよね。どうしてこういう名前をつけるのかなと思って、分かりにくい名前つけてなんて言われちゃうかな。そうなんですよ、これ、まあ、3年分録音してある。そうですね、これはね、あのこれ 3年前のやつ、またずっと放送しても3年持つってこと分かるんですよね。ましもうね、この間ほとんどそういったテーブルも廃棄してますから、もうないかね、過去のものはね、あのないですよ、過去のものはないか、はい、じゃあ貴重な資料ですね。それで過去のものも廃棄したわけだね。そうですね、ダンボールで引っ越しに合わせたわけだ。日通さんにね、日通さんに廃棄って、あのね、これね、あのずっと読んでいくと分かるけども、池上の上柳って言った最後の本になるとね、奥さんと別れるんだよ。そこまで合ってる。さあ皆さんもいろんなあの出来事がありましたら、どしどしおはがきお寄せください。お待ちしております。この世はわからぬことばかり、はてな、どうして、なぜかしら。金曜夜の
の特選バラエティ大人の疑問の時間がやってまいりました。担当は名刺の住所も新しくなって本当の意味での再スタートを切った上柳さん、過去は全部捨てちゃったんですか？いいですね。過去っていうのは過去お名前そっか、盛り上がらないのそれ大人の疑問です。この番組は自然の恵みを届ける坪八がお送りします。ここは駅前の坪八、自営業の本田さんは家族でよく食事に来るそうです。桃子ちゃんのお気に入りはイクラ丼、弟の圭太君はカリカリチーズに焼きそば、気兼ねなくビールも飲めるし、というのはお父さん、安くてお得とはお母さん。家族で坪八もいいですね。おいしくって楽しくって坪八。僕のヘアスタイル、自然にさらっと見せるとき、カチッとクールにまとめるとき、使い分けができて当然だから僕はマープを選んだ。癖も質感も生えたように自然に増やせるマープ増毛法、お問い合わせは 0120-01-2323 へ。フッサフッサアドベンチャー。私の心は白鳥恵美子が歌うフォレストオブマイハート by 住友林業。力を未来の力に、あなたと住まいと住友林業。この時間になりますと大人の疑問です。上柳雅彦です。そしてタモリです。堂ひろ子です。よろしくお願いします。お願いします。有楽町からは最後の大人の疑問になりますね。そうですね、有楽町長かったね、この時代もね。そうですね、日本放送がここへ来て何年になりますか。40年以上以上経ってますね。なんで社員だながら正確な年数知らないんだ。41、2年ですかね。それでも貴様は帝国ホテルの従業員か。違います。違います。はい、あの懐かしい逆ですね。引っ越し先の新しい住所っていうのをちょっと言っといた方がいいと思うんで、うん、あ、そうでね、マンションに移った。私じゃないです。私は変わらないです。あ、変わらないの。変わらない。あ、そうだ。日本放送は向こうへ出て行った。いいんです。はい、そんなことは気になりますよね。まして35局の全国ネットでそんなことはいいんです。あ、そうですか。はい、すいません、ネット数までちゃんと知らなかった。エビアンを飲まないの。またそうやって家になんかあの花粉症に効くんですって。いや、森口がこの花粉症エビアンでね、治したっていうか、私も昨日からエビアン飲んでる。ね、ちょっと今日は玉さん鼻声ですけどね、郵便番号137になるんですよね。ほう、137の86なんですよ。86か。はい、ちょっと覚えにくいんですね。東京って右側ちっちゃいのつくっけ。あの、つきますよ。ここまでつけていただくと、あとの住所を書かなくても、うん、日本放送と書くと、なるほど、届くということで。あはは、郵便番号137の86だけはもうそのまま日本放送来ちゃうの。はい、はい、で港区台場、まあこれ書いても書かなくてもいいんですが、うん、まあ港区台場2-4-8なんですね。2-4-8、はい、西が8と覚えやすい。そうです、覚えやすいですね。覚えやすいね、で書かなくていいんでしょ。で書かなくていいんだ。書かなくていいの。書かなくていいんだけども、そんなこと言うと郵便番号に西が8とか言うんですね。だからいいんですよ、そういうややこしいことになっても、で日本放送、日本全国タモリですと。ダイバー、潜る人多いんだ。さあ行きましょうか。大人の疑問ですね。やりっぱなしかい、ま、年度末で卒業式のシーズン、そして今日がこの番組有楽町での最後の放送ということで、なるほど、終わりについていろいろと特集してみたいと、うん、向こう行ってももう最後なんだわ。終わりの疑問について大特集です。
まあ花粉症大変ですよね。ちょっと私もね、車内がほこりっぽいんですよ本当に。あ、引っ越しでことはやってからね。僕がねガラガラになっちゃってるんですけどね。終わりということで、まずこれはどうでしょうかね。お、昔話の本当の結末。あ、いいね。うん、うん、民話童話調べてまいりましたけども、うん、浦島太郎の結末。うん、おじいさんになっちゃって終わりですね。おじいさんになっちゃって終わりですね。はい、先があるんですか。先が実はね、いろいろある。そうだろう、なんなん、習ってないそれ、習ってないよ。うん、これ香川県に伝わる昔話が全国的に、まあ似たような話は全国にいろいろあるんですけども、うん、香川県に伝わる昔話がまあ基本的に広まったんではないかと言われてるんですが、うん、ではここで問題です。なんだろう、玉手箱。玉手箱、玉手箱ってなんで玉手箱って言うんですかね。よくわかんないですけどね。玉手箱、玉に手の箱ですもんね。変です。手箱って言いますからね。手箱って言うんですか。うん、手箱って言いますから、それがつまり玉と宝物が詰まった。あ、そうかそうかそうか、手箱です。ああ、宝物の手箱か。玉、ああなるほどなるほど。これを開けまして老人となってしまった浦島太郎ですが、うん、最後本当の本来の物語では一体どうなるのか。うん、3択にしときますか。じゃあね、いいっすよ、いいっすよ。1番鶴になる、うん、2番大金持ちになる、うん、3番海に帰る。うん、大金持ちになるんだよね本当はね。うんうんうん、そうなんですか。そうなんですよ、ハッピーエンドね。ハッピーエンドで、ハッピーエンド。はい、割にでも結末が悲惨だったりすることはありますね。昔話はね、意外とね、うんうん、あるんですね。ですから鶴になるんですね。何番ですか。うんと海に帰る。うんとじゃなくて、うんとじゃなくて、僕ちゃんは分かってないね、相変わらずクイズがね。これでいつも時間取っちゃって最後までいかないんですけど、1番2番鶴か金持ちか海か、どれか一つにしてください。あれはね、教訓を含んだ物語なんですよ、昔話っていうのは。そうですね、ね、うん、それがあの、もともとなんでそうなったかっていうと、うん、亀を助けたわけだよね。ですから亀が、まあ、恩返しをした、うん、恩返しをした、うん、年取ったけれどもですね、うんうんうん、そういうマイナスあるにしろ、うん、金持ちになったということで、うん、恩返しの物語ですから、うん、やっぱ恩返しはちゃんとしなきゃいかんという意味を込めて、これはお金持ちになった、うん、お金持ち2番どうでしょうか、という説もあるが、飽きちゃったこのやり方。飽きたこの口、ね、あ、そう、これね、答えは1番の鶴なんですよ。鶴でしょ。本来の物語は一般的に知られている物語とちょっと違うんですね。一般的にいじめられていた亀を助けて、その例に竜宮城に亀の背中に乗ってと言われておりますよね。はい、で、この香川県の昔話はですね、香川のやつなの。あ、香川のやつなの。全国の。おいおいおい、俺あの石巻の方ね。始まっちゃったぜ、有楽町最後するのにさ。たまったもんじゃねえよな。香川かよ。あのね、おかねだから、浦島太郎は釣りをしていたんですよ。うん、そしたら亀が引っかかって、亀が釣れちゃったんですよ。うん、で亀は食べられないっていうことで逃がしちゃったんですね。うん、でまた釣ったらまた亀が引っかかっちゃって、うん、で逃がしちゃった。でまた引っかかっちゃった。3回亀が引っかかって3回とも海に逃がしちゃったんです。うん、でこれが伏線で、ありまして、その後釣りをしておりましたら、うん、沖合に船が一艘スーッと来て、うん、人間が乗ってってですね、うん、竜宮城へ来ませんかっていうふうに船の上から誘われたらしいんですよ。密航だ。あ、しゃあしゃあしゃあ。スネークヘッド。スネーク、ジャト。怖い、怖いですね。違いますね。でですね、うん、まあ物語の終盤、竜宮城で浦島太郎がもらうのは玉手箱一つじゃなくて三段重ねのですね、うん、お弁当。いやいや、三つの玉手箱だったんですね。うんうんうん、で陸に上がって、まず一の前陣ですかね、一番上開けますとですね、うん、鶴の羽が入ってたんですって。うん、で二つ目を開けますと、ここで煙が立ち上って浦島太郎はおじいさんになってしまう。うん、じゃあ3つ目は何が入っていたのかということになるんですけどね。うん、これは、ははー、なるほど、これ入れとくわねえという。何、つまりですね、浮き袋。いやいや、開けて煙が出て老人になったとはいえ、うん、それは客観的に見なきゃ分かんない。鏡だ。鏡が入ってたんですって。でこの鏡で自分を見て、ああ年を取ってしまったということでびっくりするんですが、最後の最後、その一つ目の箱に入っていた鶴の羽が背中にくっついて、うん、浦島太郎はその瞬間鶴となって空高く飛んで、うん、でその姿を
亀になった乙姫様って実は亀だったらしいんですけど、うん、亀があの海から眺めてよかったよかったっつって、こっから鶴と亀っていうめでたしめでたし話ができたって言うんですけどね。浦島太郎にとってみると別にめでたくないんですよね。鶴が恩返しをまたするんだよね。そこにつなげます。そういうことなんだな。前編だったんですね。前編だったんだこれ。ゆずるの 一部だよ。それは分かりません。続いて海外、グリム童話白雪姫。この結末、これが残酷なんです。あ、道さんご存知ですね、うん、はい、じゃあちょっと狼が食っちゃうんだ。あ、問題いってみましょう。あれ、一般的に白雪姫、王子様に助けられて仲睦まじく暮らすというのが最後なんですが、うん、本当の物語グリム童話の方では白雪姫は自分をいじめたママ母に復讐をするんです、うんうん、復讐しちゃうんですね、うん、どんな方法で復讐したのか。じゃあこれはまあ道さんもご存知ですけども、ズバリ言っていただいても結構ですよ。これね、お湯をかける。ああ近いです。何かを身につけさせるんです、うん、ママ母の、うん、でそれは足に履かせました。ああ足に重いもの。ああそうです、重いもの。鉄でできてた。鉄でできてるよ。でそれだけじゃなかったんですね。鉄でできてる、鉄でできている靴を履かせるんですが、履かせる。それにもっとひどいことを白雪姫はしてたんですね。溶けた鉛を入れる。あ近いです。真っ赤に焼けた鉄の靴、いやいや真っ赤に焼けた鉄の靴を履かせたんですね。ほう、だから白雪姫というのはですね、それで赤い靴になったんだ。もうそこから長くて伊集院さんに連れられて行きゃしないですよ。そうですか、伊集院さんと思って、あの白雪姫って日本ではあの白い雪のようなお姫様という感じになりますけど、あの現代の方は雪のように肌の色が白いということで、昔のやつで直訳で言うと雪白姫になってるんですね。ほう、でストーリーの方もですね、ママ母の新しいお妃に義理の娘の白雪姫がいじめられて何度か殺されかけるんですが、そのたびに助けられて最後は毒リンゴを食べさせられると、うん、でたまたま通りすがった王子様に助けられて一緒になってめでたしめでたしと、うん、いうことで終わるんですが、この鏡を鏡鏡さんといったあのママ母が、うん、美しい女性を誰かと問いかける部分ももちろん最初のグリム童話にあるんですが、大元の物語ではその復讐劇のおまけがついていると。白雪姫をママ母が、あ、そうなりました。白雪姫をママ母が訪ねていくんですね。もう幸せになった白雪姫を、そうしましたらそのママ母にこの白雪姫は真っ赤に焼けた鉄の靴を無理やり履かせて、でママ母はあまりの暑さにですね、のた打ち回る。でそれがあたかもなんか踊りを踊ってるように、もがき苦しみ最後は死んでしまったという終わりだったんですね。悪いやつやん白雪姫、意外とね残酷な物語。グリム童話って割に残酷ですよね、ほとんどでも変えてあるんでしょ最近のもの。もうだから、そういうところの残酷なところは割愛し て、特にディズニーなんかが割とそういうところを全部、ハッピーエンドとか ねやってるようでございますね。さあそれでは今度は短めにですね、まあ終わりということで動物の終わり、寿命という話なんですが、トントンといきましょうか、砂漠の動物ラクダ、あの寿命は平均どんぐらいあるでしょうか。これ長生きなんだよね。長いです。これ平均で65生きる。あそこまでいかない、45歳ぐらいまでいきますね。あ、そうなんですか。まああの荷物運ぶ労働は25歳ぐらいなんですが、45歳ぐらいまで平均でいっちゃうんですよ。生きようと思ったら、だから平均ですから60歳超えるのもいるでしょう、哺乳類のあのクジラ、クジラも長いじゃん。長い、シロナガスクジラ長いですよ。どんぐらいだと思いますか。やっぱり70はいける。70、もっといっちゃう。110歳ですよ。そんなに生きちゃうんですか。で今いる大きなシロナガスクジラ110年前から、ザトウクジラも長寿で75年、マッコウクジラも短いと言われて70年、意外とですね、生きた化石と言われているシーラカンスがねそんなに長くないんですね。種としては1億9000万年前、化石見つかってずっとそのままで生きてるんですが、寿命は15年ぐらい、それからアユっていうのは1年、1年ですね。あれ1年ですね。あれ1年、そうなんですか。年魚ですね、1年、まあいうようなですね、今日は終わりというものをいろいろと取り上げてみました。お客様いらっしゃいませ。今日もお店は元気いっぱい。あなたもこの活気あふれる壺八を始めてみませんか。
坪八ではただいま加盟店を募集中です。詳しくはフリーダイヤル 0120-33-9295 0120-33-9295 まで。そりゃ聞こえませんの。日本の財産文楽、忍者を歌い上げる太夫。郵便局では長い間通帳のご利用のないお客様にお知らせをしています。守り育てるゆうちょです。お申し込みは 0120-026-999 お風呂でキュッキュッキュッ、お電話ください。お風呂でキュッキュッキュッ、東京新聞。変えてよかった。伊豆高原って温泉あるの？当然ルネッサだもん。遊ぶところは？もちろんルネッサだもん。一晩中楽しめる？コテージだから大丈夫。だってルネッサだもん。オーナー気分で楽しめるデラックスコテージルネッサ。お問い合わせはお近くの旅行代理店まで。この番組は自然の恵みを届ける坪八がお送りしました。さて、日本放送お台場の移転に伴いまして、来週のこの時間は特別企画を考えております。やめよう、普通やな。まあ、そう来るとは思ってるんですが、タモリさんを新社屋にお迎えするにあたりまして、スタッフもその接待方法というのをいろいろ考えた。普通でいいよ、普通や、普通。で、決まった企画がこれでございまして、私はこれを報告するだけでございますからね。海だ、新居だ、お台場だ、寿司だ、巨乳だ、引っ越し大ブレイクお祭りやろう。急に積極的になっちゃった。やろうこれ。あ、そうですか。それぐらいしないと、ノリノリでやっていただけますか。そう、打ち上げとかない。引いたりなんかしませんか。全然しない。進行を放棄したりとかしませんか。押してばっかり。あ、そうですか。ならいいんですけどね。海だ、新居だ、お台場だ、寿司だ、巨乳だ。そこだ。ここ。そこだ。誰か来るんですか。なんか私もよくわかんないですけどね。まあ、ここ、これはあれでしょう。この海もあるし、新居は当たり前ですよ。お台場は当たり前でしょ。寿司ぐらい当たり前のところあるじゃないですか。そうしたらあんた巨乳も来るにしまってんじゃないですか。風の延長線上に。そうですよ。一つはやっぱり嘘を入れるってことはないですよ。ない。じゃあ誰か来るんだ。スタッフがですね、さまざまなあの風俗嬢がたくさん掲載されてる雑誌を何冊も買い込んでるんですよ。ああ、見た見た見た。あ、先週からなんかありませんでした。あったあったあった。どうやらあれがなんか伏線だったらしいんですよ。やろう。あ、そうですか。これ、特番って嫌いなんだけども、今回だけはしょうがない。しょうがないまで言う。あ、そうです。いよいよ立ち上がっちゃうわけですね。そうそう、やつよ。そうですか。まあ、私どもも新社屋初の始末書覚悟でおもてなしにいたします。いいね、いいね。どうか堂さんも、タモリさんも気を使わずに手ぶらでいらっしゃっていただきたい。あ、そう。あと一つ問題なのはですね、確かにこの巨乳というところで、セクシー美女がスタジオに来るわけですね。いいね、いいね。大西タモリさんの場合、照れて素に戻って普通のおじさんになる。そんなことはないって。あの時は体調がそれを一番心配。僕はそれを心配。タモさん素になったら普通のおじさんになっちゃう。そんなことはない。いや、僕はとか言っちゃってるよとかなりますんで。大丈夫。一つそれのところをお願いしたい。大丈夫。大船乗ったら来ました。ぜひお楽しみに。孫を抱く親父の姿に胸打たれ。そろそろかな、我が家も。建てたい家がきっと見つかる、赤いマークの ABC ハウジング、東名横浜インター近く南町田住宅公園。 ABC ハウジング。闘争心の晴れ晴れ教育ローンはフリーダイヤル 0120-063-356 063-356 へ。クレジットコーポレーションの東京総合信用。闘争心。西口駅前戸塚店、広いお店に良い品揃え、メガネブランド勢揃い、車の来店大歓迎、メガネドラッグ駅の前、メガネドラッグ戸塚店。
JOLF ラジオはダイヤル1242日本放送です。誰も知らない不思議な世界、それはあなたのすぐそばにあるのかもしれません。果てしない宇宙、きらめく銀河、その空間で起こる不思議な現象のすべてを神秘的な音楽に乗せて私たちが解明します。その名もタモリのアジア天文研究所別館です。この時間はベースボールマガジン社主王潜伏湯浅バッテリーがお送りします。もうすぐプロ野球開幕、ベースボールマガジン春季号はお待ちかね、プロ野球開幕展望号。別冊付録にプロ野球選手名鑑がついている。持ち運びにとっても便利。ベースボールマガジン春季号は全国の本屋さんで発売中。まろやかな味わいを自然に楽しむ熟成された味、この福井くたるほのかな吟醸の香りと軽快な飲み口、特選スペシャル潜伏、心を送り友と語る、そして潜伏一杯いかがです。女セルモーターの音だったり、クラクションがこもった感じになったら要注意ですよ。バッテリーは早め早めの交換がおすすめ。取り替えるなら確かな指導性と長寿命を両立した信頼のブランド湯浅バッテリー。湯浅コーポレーション。アジア天文研究所別館、先週は当研究所の予定通りの日食でした。はい、関係者各位、特に美術さんと照明さんの努力に感謝いたします。で、あれはあれ、そういうもんだったんですか。あれほど見事な日食は自然の力でできないですよ。あれ、次のこのヘールポップ彗星も頑張ってもらいたいというわけなんですがで、この時間はそんな夜空に瞬く星屑のような音楽の才能たちをですね、ご紹介していくコーナーでございます。はい、今日はですね、ザ・ジュース。あ、そうですね、以前もご紹介しましたが、日本放送のミラクルレコードから飛び出してきましたバンドでして、はい、そのニューシングルをご紹介したいと思いますけどね、インフィニティ新しい世界へ、これ今回の日本放送のお台場の引っ越し、これのイメージソングになってます。そうですね、日本放送の中では随分聞きましたね。なんで引っ越しにイメージするのか分かりませんが勢いをつけてさあ新しいところへってことですよね。そうです、今日も7階の制作部では段ボールに荷物とか思い出、そして夢を詰めながらみんなで泣いておりましたね。これを歌いながら。あ、そうですか。私もちょっと涙出ましたけど。あ、そうですか。花粉症でね。あ、それじゃあ一つ聞いてもらいましょうか、はい、ザ・ジュースでインフィニティ新しい世界へ。どうなる競馬、春のチャレンジ、ブライアンとトップガンの歴史に残る一騎打ち、ちょうど去年の今頃でした。今年もそれ以上のハイレベルなレースを本木雅宏も期待してます。はい、今年はどうなる。3月16日フジテレビ賞スプリングステークス JRA。 プレゼントどうする。やっぱ買いでしょう。じゃあ寄ってく。いいね。ラララ無人くん、ラララ無人くん、ラララ。アコムカードが作れます。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-881 まで。ご利用は計画的に。アコム。ああ、君、これを貼りなさい。携帯電話 PHS コードレスコンにだよ。ハイパー音 G アンテナと呼んだ。送受信の感度アップに通話切れや雑音も少なくなるんだよ。もう君はいつも捕まらないからな。水作の音 G 貼るんだよ。この時間は JRA 日本中央競馬会、アコム水作がお送りしています。バピューン、秋点検。
今日も一人では聞かないようにしてくださいね。あ、虚しくなっちゃって嫌になっちゃいますからね、一人だとね。そんなことないですよ。さてもさても、また不思議の国へようこそ。現在本館は工事中につき、別館仮店舗のある有楽町の廃屋から。あ、本当に。あ、よく立って別にガソリンじゃないですか。こう男子寮かなんかにしてくんないかなって。いいね、みんなで男子寮いいね。シャワーもあるしね。独身寮ね。うん。そういうことじゃないですよね。そういうことじゃないですよね。僕はいいんですけど。あ、そうです。失礼しました。神奈川県のペンネーム、クローン、方眼義経。バカですね、こいつ面白いね。この方法が義経。じゃあ学生です。上柳の皆さん、おげこんばんは。何を言ってるんですか、この人は。今年は天気よく青空の日が多いですね。人から聞いた話ですが、当たり前って書いてあるんですけども、クローン羊が新聞に出ております。本当に同じ羊ができるのですか。クローンについて説明をお願いします。いや、難しそう。お台場への引っ越しで忙しいと思いますが、初心忘るべからずで頑張ってください。これはクローンに関しましてはですね、いつかまあはっきりさせなきゃいけないと思ったんですよ、この番組で。私の知ってます神をも超えたこのクローンの技術を利用しているものすごくいけない邪悪な組織があるということもですね、皆様に知っていただきたい。そうなんですか。また変な字が入っちゃってますね。まずそれを前に、クローンというのは一体どういう経緯で、そうですね、ここに来たのか分かってるようで分かってない。同じ遺伝子を持つというふうに言われてるんですけども、うん、難しいんです。これは2月23日付のイギリスの新聞がですね、はい、クローン羊の誕生と発表しました。エジンバラのロスリン研究所のウェルムット博士らのチームが成功したんですが、大まかに言いますと、大人のメスの羊の乳腺から DNA が入った核をまず取りまして、うん、他の羊の未受精卵へ移植いたします、うん、さらに別の羊の子宮へ、受精卵を移して出産させると、うん、最初のメスと遺伝子が全く同じクローン羊が生まれるってことですね。わ、うんうん、かります、うん。でこの発表を受けまして、3月の2日にアメリカのオレゴン州でですね、うん、オレゴン地域霊長類研究センターのドン・ウルフ研究員らがクローンザルの実験に成功したことが明らかになりました。このクローンザルは人工受精した受精卵からですね、細胞の核を取り出しまして、うん、これがまあ元のサルになるんですが、うん、DNA を取り除いた別の卵細胞に移植して受精させましたですね、うん、また最初に取り出した細胞の核を使い回して別の細胞を卵細胞に移植しまして、でもう1匹を出産させた、うん、この2匹の遺伝子が一緒、つまりクローンザルであると。で人に近いサルで実験が成功したということは、クローン人間が作るできる可能性も高いということですね。でこの2つはですね、ちょっと違うんですが、あ、なるほどね、受精卵から取り出したのと、乳腺の細胞から取り出したのと、受精卵だとその男とオスとメスが一回くっついたものが、そうです、親のクローンじゃないわけですね。そういうことですね。ははあ、なるほど。ですからこの受精卵からやったやつはどうしてもこの父親の影響を多少は、あ、なるほど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 。で羊の乳腺からだと全くその母親の DNA を全くそのままってことになる。そうですね。それで、まあ、人間の細胞がですね、まあ、そういう卵細胞の場合は、全方位性といって、つまり腕になるか、うん、頭になるか、うん、足になるかというのは、まあ、決まってないんですね。その細胞 の受精卵の時にはね、うん、どこでも何かになる可能性があると。そう、全方位、まあ、全能性を持ってるんですけども、でこれがですね、羊の、まあ、乳腺というのは、これはもうその後の段階なんですよ。ああ、そっかそっか、全方位じゃなくて、乳腺になるためにできてきた、細胞なんですか。細胞なんですよ。あーはーはーはー。でもこれを逆戻りすることができたわけですね。そうですね。ああ、そっかそっか。血液の濃度をね、半分に下げるのかな。なんかそうすると、これが細胞が前の段階に戻るってことが。その乳腺の細胞から全能の細胞へ戻っちゃうらしい。体のいろんなものになれる細胞じゃん。そうそうそう。それが受精卵だと、それができたんだけども、ほう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 、その乳腺の細胞はもうその後の段階でできないとされてたのが、それが戻すことができた、うん、ということは、なるほど、父親の影響を全く受けない、うん、その母親の
メスの全くのコピーのやつができるということですね。全く同じやつができることが可能になった。これは恐ろしい。ああ、そうか。元に戻れなかったらでっかい乳腺の細胞になっちゃうわけですね。ものすごい乳腺が乳腺こんなでっかく育っちゃうんだけど、そうならないように乳腺が受精卵と同じように何でもなれる、体の隅々になれるようにそういうことができた。できたらしい。今日すごいですね、なんか。ねえ。もうだからものすごいことが できるようになったんですね。馬鹿にしたもんじゃないですか。勉強になっちゃいますよ、なんか。ものすごいでっかい乳腺ができたら困るね。うん。日本乳腺はもう潰れちゃいますから。もういいんですよ。いいんですよ。それはいいこと言わなくても。で、まあこのそれでクローン人間をですね作ることが可能じゃないかと、まあ、言われて、まあ、我々の、まあ、科学者の間では、まあ、常識となってるんですが、この事実を受けまして世界の国々はどう対応したか。まずアメリカですが、人間へクローン技術を適用する研究への連邦予算の支出を全面禁止の大統領が出まして、下院ではクローン人間の研究禁止法案が提出されています。でイギリスではクローン羊研究の政府資金補助を4月から半減しまして1年後にはゼロにしよう。でイタリアですね、クローン技術実験を今後3ヶ月間全面禁止の政令が出まして、日本ではですね研究に関する情報を集め本格的に検討を始める方針を科学技術庁が明らかにした。文部省は機関に研究を出さない方針を検討している。まだ日本はですねどうなってんの。ああそう、取り組んでもないから、なんかそういうことになっちゃってるこれね。そういうことになってる。調べた方がいいんじゃないの、ちょっと調べようよということになって相当遅れてるわけです。あそうですね、でこのクローンの技術ですが一体何の役に立つのか。そうですね、牛だったらねお乳の出る出のいい牛ばっかりいっぱい作ればいいとかね、分かるんですけどもね、肉のうまい牛をザーッと作ればそれはもう全部が松坂牛になってる。そう、でも全部が一つの何か病気に弱かったら全部死んじゃったりなんかしますよね。そういうことは怖いですよね。でじゃあクローン技術は何の役に立つのか。何ですか。まあ今言いましたように優秀な家畜と同じ個体をまあ増やせるってことですね。ああなるほどね。病気は別として、うんうんうん、忙しい時何かと便利である。それからいやいやちょっとそ忙しい時、忙しい時に例えば、私と同じ遺伝子を持った人間がいるわけですから、お前ちょっとボキャブラ言ってこいとか、しかし裏表で番組できるみたいな。どうなんですかね、育ってきた環境が違えばいくら遺伝子が同じだからっつって、同じこの人のあの複雑な家系図の中で、また博多という特殊な土地柄でそこで出てきてた人ですからね、まあ、それもまあ、あの問題ありましょうけども、まあ多分同じような人間ができるんじゃないか。見た目と性格は見た目だけで商売できる人だったらそれでいい。そうですね、モデルさんだったらそうですね。50歳で生まれてくるわけじゃないですそうですよ、今やったってちょっとそうおかしいじゃないの。今作ったってこんなちっちゃい赤ちゃんボカブラ行ったってってバウ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 言ってたじゃないですか。そんなの、まあ、その危うく騙されてとかそうだ、ものすごい詐欺師この人本当にもうちょっとで買いそうになっちゃった感じだな、ね、危ない危ない。そんなこと言ってますけどね。こんなことはね、つい最近まで夢物語だったんですよ。まあね、生まれた時点で50歳のクローン人間だってできるかもしれない。どうやって生まれるんですか？山道がこんなに。サングラスかけた人が、山道からいえいえいえ。おお、うちゃいえいえいえ。ビリじゃない。可愛くない。嫌だなそれ。分かんないですよ。随分とドッキリカメラ使うんですよ。ドッキリカメラ。それから、2人っ子でまあ数字を取れますから、さらに上いく3人っ子。ああなるほどね。とりあえずのタッグマッチでズルがね。変わったんじゃないのそこって。変わってないよ。乗ったし乗ったしって。そんなのね。そうですよ。もう便利ですね。便利ですよ。スマップ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 って後からバンバンスマップで、そう数字も取れて3分いいだろうねなんていう、ものすごい番組でした40% ぐらいあーなるほど、考えようによっては、チャギアンドアスカアンドチャギチャゲさん2人はややこしいからいいですよ。アスカ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 両方とも両側にチャゲさんいてもね、どうもどうもな、チャゲアンドアスカアンドチャゲチャンゲイッチですね。これもできますから、これでしょ、
でね、まあこういうことを悪用しようとする人たちは実にいるんです、うん、まあ、あんまり言いたくないんですが、すでにクローン人間ですよね、日本でも各国でも実用化されてるんですよ。そうなんですか。随分前から発表なんとあるの、これは大嘘、新たにじゃなくて随分前からもう発表されてるんです。え、ということは私たちの知らない間に世の中に出ているんですね。出ています、出ています、出ています。芸能界にもこれは多いです。クローン人間がいます。もうこれは発表していいと思います。じゃあここだけの話でお願いします、はい、まずサンマ、え、あれと善次郎それはそっくりさ違います、違います、違います。芸風と似てるっていう違います。増田明美と元の宮沢総一だから週刊文春でよくグラビアでやってる、そっくりさんなんじゃないですか。違います。西村智美と佐野涼子もそうだよ。それからね、さつきみどりと小松みどりも兄弟なんじゃないですか。これから言うことは大変な人がいる。荒井由実、ああ、由美さん、あれとね、増戸谷由美、同じだよ、はいはい、加山雄三と段光作ね、はいはい、一番新しいクローン人形教えてやろう、はい、CM 行きますか。鈴木紗理奈と横山やすきっと怒るで、しかし最初だっていうことだけじゃない。いやいや、なるほど。あれはもう実際本人もやってますから、裏の方でいいところの裏でやってましたから、怒るでしかしいるもんですね、芸能界に。そうなんです、ねえ、知らなかった。鈴木さんのすっぴんを見るとすぐ分かると思います。うん、確かに似てます、確かに似てます、はい、うん、あとまあいろんな人おりますけどね、ちょっとまあ本人了解取ってませんので、これあの発表することはできません。はい。以上でございまして、来週はあのお台場か、あ、お台場だ来週は。はい。そうですね。お台場からの放送ということでね、私はお休みですね。いや違います。え、違うの？だからさっきも申し上げた。あ、やろうやろう、巨乳だ、やろうやろう。そうです。新しいスタジオで巨乳美女を用意して待っておりますので。やるぞ俺は。巨乳触っちゃうからね俺。え、嘘バカ、俺は、え、いや僕はいいよいいよ、今の録音した、視線をそらしてるタイプだからな、情けない。寿司もあんな、寿司の、あ、嬉しい、え、そうそう、ちょっと吸っちゃうかもしれない。本当かな。まあまあ言わ、吸ったもんだとか、あ、いや、思うギャグとかも言えなくなっちゃう。いいよね。まあ、下うつむいておどおどすんだけどやめてくださいよ。朝起きてみたら気分次第だな。味点検完結編、最後はあっと驚く結末ですよ。まあなんだかんだで半年やりましたもんねこれね。そうです、不思議なハガキどしどしご紹介していきましょうか。はい、お願いいたします。よく持ったなこれな、企画変更に絶対なると思ったんですけどね。ダメになったじゃないですか。何をやりたいの、結局よく分かんなかったんですけど、浦和市のですね、鈴木宏さん27歳、20代の人結構聞いてんだね。そうですね、このネタの秋とか随分ね、40代50代の人が多かった、はい、辞めるにあたって惜しんでる人はやっぱ20代若い人どういうことだおい、やっぱり40代50代の方諦めが早い、諦め早いんですね。私はこの番組で思い出に残ってるのは、数年前の夏休みに想像で描く上柳アナの似顔絵を募集してたことです。毎週エンディングに寄せられました作品を品評し、その度に上柳さんが喜んだり呆れたりと様々なリアクションをしてました。ちなみに上柳さんがエンディングに登場したのはこの時からでした。ああ、そうかもしれないですね。そうですか。私も今川焼きのホラ吹き平助に怒る。今川橋の、今川橋だ、今川橋だ、ホラ吹きじゃないの、今川橋だよ。すごいお世話になったんですよあの人は。一生懸命録音を撮ってきて取材してきたものをここでお返ししたらホラ吹きだろ、なんだろうって放送で言うから後で大変だったんですから、もう嘘ばっかついてるんだよ。あれひどかったよな、あの本当嘘かと、ホラ吹き平助って呼ばれてた。違うんですよ、ものすごいお世話になっていっぱい昔のことを教えていただいたのに、あれひどかったよな。これをあの上柳さんが書いておったとのお受けでしたと。当時の上柳さんのプロフィールは年齢35、そうだったか、分かったな。
身長176、そんな高かったんだ。いや今でも同じです、体重65キロ。今も同じです、髪は短いが首は長い。やってましたね。以前別の番組でじゃんけんマンをやっていた。以前って、ね、ものすごい昔ですよ。愛読者エロトピア。有名人に例えると最古のアンソニー・パーキンスに似てるということでした。この他にもプレゼントのハガキのお題を考えるのもこの番組の楽しみの一つでした、うん、本当に楽しい放送ありがとうございました。あっさりしたもんだね。結構覚えてますね。覚えてらっしゃいますね。いろいろハガキは来とるようなんですけど、はい、もうないんだね。これいきますか、はい、じゃあえまだ来てる。やっぱりいろいろな企画のことを覚えてらっしゃるということで、ペンネーム斉藤道山という横浜市の方です、なんか言ったねそういう人、こんばんは。この度の最終回なんとなく来てしまいましたが、どちらかといえば残念な気がいたします。どちらかどちらかといえば私は上柳氏がなぜかサバチオと呼ばれ、スズムシの餌を主食としていた土曜日午前中の放送からのリスターであります。これも誤解が多いんですけども、よく食べてたものね。違いますよ、スズムシなんだっけな。疑問の内容はまた忘れてるんですけどね。スズムシの餌とかカブトムシの樹液っていうなんか餌とかをスタジオに大量に持ち込みまして、なんか食べてたよな。いやルーレットをやったんですよ。ルーレットで私がスズムシの餌になっちゃって食べたんですよ。なんか魚粉のこうすごい臭いの、臭いのみたいな。午後の放送になってからじっくりと聞け、番組のバカバカしさの理解が増し、テープに録音し繰り返し聞くようになりました。こういう方多いですね。あ、この方も書いてある。昼下がりの疑問とその前のドラマが好きで、いやドラマじゃない、あ、この人特にチンチンの響きが秀逸だったレオの部屋。我々の今日からレオの部屋って言うんだ。森本レオさんのね、レオの部屋。アバンギャルドなキャラクターのゴン太君とミーコちゃん、名前の変化する展開がスリリングな、スクールデイズパラダイスが特によく覚えてまんな。本当によく覚えてんね。そうね、思い出しますね。皆さんに言っていただいて、あ、それから恋愛相談フェスタってのを何回かやりましたが、この時登場した畳屋の新一ちゃん。職場これ今開けるともうそこが職場で、全然女の人と出会わなくて、夜になると同じスナックに行って毎晩同じメンバーと飲んで、それじゃ出会いがないんで、それじゃ出会いないだろうっていう。あ、趣味アマチュア無線。アマチュア無線はね、アマチュア無線の友蔵さん。友蔵だ、あれ友蔵さん、友蔵だ。友蔵さんもね、職場がねやっぱりご自宅にあったですからね。みんな結婚されたんですかね、どうしたんですかね。してないと思う。それにアトランタ出張中の上柳氏への電話もテープを回せばその感動が蘇ってくるわけでありますと、テープみんな撮ってんだね。撮ってますね、すごいな、聞いてみたいですね。聞いてみたいですね。まあこのようにですね、我々の放送っていうのは AM ラジオ業界に、まあ、それなりにですね何か一石を投じていたのではなかろうかというようなご意見もあるやないや何聞いておりますが、この時間はまあ、最終回特別講義ということで、電気通信学の権威であると言われているのかいないのか、本人お前はという森田教授に21世紀へ向けてこれからのラジオ放送についてお話を伺ってまいりたいと思います。森田先生です。どうもこんばんは。ありがとうございます。こんばんは。入りましたね。こんばんは。どうも、よろしくお願いします。森田です。ステロでもう一度。あ、どうも森田です。エコーかけてもう一度。あ、どうも森田です。ピッチをちょっと変えて。あ、どうも森田です。ここ移転したあれにはいろんな機材置いてあるんですね。まだまだありますですね。あ、そうですか。まあ現在の技術はここまでできるというのを理解していただくためにあえて、なあお前、ちょっと待ってください。先生の講義でなあお前って講義になって、この方はどちらの方なんですか。あの、家内のひろこです。あ、エコーかけてもう一度。家内のひろこです。じゃあピッチを変えて、家内のひろこです。わかりましたよ。あ、いいんですか。できるのはよくわかりましたよ。すごいですね。すごいですね。ちゃんと残ってます、機材が。よかった。そろそろ先生、本題に入っていただきたいんですが、これからラジオ放送というのは一体どこに行くのかと、なるほど。お台場でですか。
いや、お題はその場所ではなくて、その世の中に対する影響力ですとか、どういったところにいるべきなのか、こういうラジオは、ラジオ放送はどこに行くのか、これについて伺いたい。これからのラジオ放送はどこに行くのかって、こういうことですね。ですから、これからのラジオ放送はどこに行くかのこと聞いてるわけです。聞いていただければ、私は問題を簡潔にするのは非常に得意な男でございます。もう長いんで、ラジオ放送はどこ行くんですか、ね、ちょっとその前に、はいはい、君にちょっと注意してみますが、ラジオじゃなくて、ラディオ。そんなの、だって今、日本語で話してきてるのに、急に、ラディオって言われても。その昔、地位点々だったんですけどね。死に点々だよ。そうですね。そうだった。そうですね。正しくはまあレイディオ。レディオ、あれ分かりました。レディオですね。そうですね。レディオ、レディオね。はい、訂正しました。レディオというグループ。レディオって言いましたね。言いましたけど、ラジオっ子ですか。そんなことはどうでもいいんですよ。とっとと講義をお願いいたします。講義じゃなくて講義ですか。それじゃ早速。ズボンを先生。先生、なあお前じゃなくてだから。なあお前。いいんですよ。いいんです。コービー入れてどうなるのさ。細かい逆、本当に先生ありがとうございます。それでは森田先生にそのラジオの今後でございますね。まずラジオの今後を語るには簡単に歴史をちょっとおさらいしましょう。人類の歴史において技術と呼べるもの全ては軍事技術から発展してきました。負傷兵を保護するためにできましたラグランスリーブ、戦場で手軽に食べられるメリークリスマス、缶詰のコンビーフということになりますね。それから古くはアレキス、何ですか、ラジオ、レイディオ、レイディオ、レイディオ、すみません、はい、お願いします。ラジオの元は多分モールス信号ですかね。軍用無線か進化したのかな。まあいいや。いやいや、ちょっとそれをだから今話したんじゃないんですか。あ、いやいや。あ、いやいや。それでまあ国内におけるもう簡単にいきますから。お願いします。もう主眼は今後のことですからね。はいはい。国内におけるラジオの歴史ですが、日本では NHK。日本変態協会とかいう、そういうギャグはここさえちょっと時間がないのですみませんけど、お願いいたします。ちょっと簡単にいきますから、いいですね。日本放送協会が昭和2年にラジオ放送を開始いたしました。なるほどね。まあこの時からすでにラジオ体操があったなんて、まあ超驚きなんてことを言ったり感じたりして後に終戦になりまして、玉音放送はテレビではこれはラジオとなります。そうですね。ですよ。そして GHQ、今この、第一生命ですか、戦いありましたけども、歴史的建造物を残すということで、前面だけは前の GHQ をそのまま残してるんです。超皇居の方の通りでございますけどね。内堀通りというんですか。内堀通りはいいんですけど、だからラジオ、レディオ、ね。レディオですね。はいはい、その GHQ 内に設けました CIE。民間情報教育局の指導のもと、戦後のラジオがスタートしたと思いますね。なるほどね。当時の人気の番組は街頭録音、街頭録音、まあ、街頭に出ましていろんな人の声を聞くんですが、第1回のテーマが、あなたは、まあ、戦後でございますからね、あなたはどうやって食べてますか、終戦直後の世相をこの、まあ、表してたそうですね。でほとんど全員がお箸と、うまい、フォークとかスプーンがまだ一般化してない証拠だったと。うまいとか下手とかいう問題じゃないですね。これは問題が違うんじゃないですか。え、何ですか。ラジオ、レディオね。どうしました、どうしました、レディオ、どうしました、レディオの歴史を我々は先生にお話しして、はいはいはい、そうですよ、はいはい、全然落ち着いてそのお話の方に戻っていただですから、ラジオは今後どのようになるか、はいはいはい、じゃああとちょっとちょっとだけね、ちょっとだけいいですか、ちょっとだけね、わかりました、お願いします。民間放送が始まったのは昭和26年の9月の1日で、中部日本放送 CBC、これが午前6時半、新日本放送、現在の毎日放送が正午からですね。あ、そうなんですか。これら2つをこの南極の探検の例をとって、我々研究者は平成のアムンゼンとスコットと、分かんないもん、そんなの、今アムンゼンと分かりませんか、スコット、スコット、だから南極を争ったのは分かるんですけど、今後です。僕たちが聞きたいのはラジオの今後です。あちんちん懐かしい今後ですね、です、はい、わかりました。今後を語るにはですね、何を言ったら未来のことなんかわかるわけないでしょ。わかりますか、これからどうなるのかって。ですから、そのあなた今後とか、今後とか、じゃあ聞きますけどね、大体ね、結婚したばかりのね、夫婦が何年後かに離婚するとかね、わかりますか。今は幸せであっても、これからね、わかんないでしょ。なお前
そう思ってきましたか。長い振りで最後の企画の最後のコーナーで本当にありがとうございました。どうも森田先生でした。あ、動いた。今米別の中で何か動いた。うそ。それはお米につく悪い虫。ひえ。米別には強力米別先生、入れておくだけで逃げてゆく。強力米別先生売れてます。アラミック。どうも広瀬涼子です。ねえねえ、ドコモのセンティネクストを持ってる君たち、今なら申し込むだけで毎日の運勢やスペシャル情報がなんとタダで受けられるんだって。あ、もう時間ないや。じゃあね。ポケベル情報提供サービスドコモチャンネル、詳しくは 0120-377-360 へ。自動ドアのナブコシステムが今新たな注目を浴びています。2段3段式立体駐車装置ナブコパーク、ナブコパーク。詳しくは広く建築界にご奉仕するナブコシステムへ。その人は春を連れてやってきた。もしもし。うん、引っ越したんだ。なんだかとってもいい春を始めたみたいです。 NTT のワクワク新生活フェア、今ならワクワクグッズ当たります。お引っ越しが決まったらすぐ116番へ NTT。 この時間はアラミック他がお送りしました。ということで本格的なバイブの時間ですね。丸1年聞く方は楽だったでしょうが、やる方は大変でした。この7年間の間に湾岸戦争があり、震災があり、オウム事件があり、離婚した男もおりました。当初言って、多少疲れましたね。そうですね、しばらくゆっくりお休みになってください。はい、当分の自宅で漏電期間に入ろうと。漏れてる。危ない危ない、ね、ただニューヨークの方で踊りのレッスンもありますしね。あ、そっか。絵の個展も毎月予定してますし、あとワールドカップの予選も始まってますから、まあこれからもいろいろと忙しいことには変わりないんですけどね。まあそういうふうに言って、半年後にはですね、またお台場の方で具にもつかないことをおね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 とこう喋るというふうな。知らん。あとは弁護士に任せてあるから、法廷では一切何も言うなと言われてるんで、ね、スタジオコメントできません。スタジオですよ。でもの来週4月4日ごく一部の放送局だけはおまけの放送があるんですよね。全国で 2,3 局ぐらいなんですけどね。これ野球中継やるやろ。野球中継、俺みたいに野球から言わせるってね、信じられないね。皆さんに野球を聞いてほしいよ。そのためにこの時間を明け渡すんだよ。あ、そうなんですね。分かってる。そうだそうだ。まあ本当にね、あの最後の放送でまたおねおねおねのところ野球好きの人がですね言っているわけですが、ナイターオフになるとまた戻ってきて、具にもつかぬことをおね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 というこの繰り返しですかね。あの最後の放送で具にもつかない2回繰り返したんですよ。これからね、半年の間にね、君の再婚が決まったら考えてみても。しかも10代の女の子ね。これぐらい誠意は見せてほしいな。誠意とかそういう問題じゃないです。誠意じゃないでしょうよ。フロントにも君にも見せてほしい。最後の人はこの番組を終わるんだったら一言言わせていただきたい。これはじゃあちょっと真面目に聞くじゃありませんか。俺はイラブじゃない。イラブじゃないですよ別に。これ最後のバイトの。ちょっと待って。ちょっと待って、各自の責任においてお元気でね。そうだね。ちょっと待ってなさいよ本当に。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんようってこんなんで締めちゃっていいですか。そうじゃなくて7年だよ。7年。あー、せいせいした。たま。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとね。ありがとさーん。さあちょっとは真剣に物事をお考えなさいよ。そういう年なんだから。あながちなくはない。7年間ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。